チャンネルインクルージョンの時間です。はい、皆さん元気ですか？明けましておめでとうございます。私は今仙台市青葉区一番町のアートインクルージョンファクトリーに来ています。そして今年も2020年明けましたね。そうですね。もちろんお相手はこの人。僕です。この人。この人。はい、みちかです。みさこです。いやー、ということでね、お正月からね、虹色カレー、リリースになりましたね。みさこさん、みさこさん、虹色カレーリリースになりましたが、いかがですか？はい、楽しい。本当ですか？はい、ね、ミュージックビデオも見ました。はい、どんなミュージックビデオでした？楽しい。うん、みんなで何か食べてましたね。料理してましたね。はい、ぜひ見てくださいね。ということでね、今日はね、松根さんと一緒に、ちょっと石油ファンヒーターのカタログについて語り合いたいと思うんですが、はい、どうぞ。このカタログなんですよね。カタログ？そうです。ポスターじゃなくて、カタログ。これさ、本来はさ、石油ファンヒーター買ったらついてくるやつだよね。それにこんなプレミアがついてるの？ついてます。4980円って。多分ついてますね。じゃあカタログさ、捨てないでおけばさ、売れるんだ。だってこれソールドアウトってことはさ、売れたってことだよね。皆さん、お家に眠ってる石油ファンヒーターのカタログありませんか？松根さんが、買い取るそうです。いくらで買うの？まあ、簡単に言えば、簡単に言えば100円。100円。100円です。100円でも売っていいという方、ぜひご連絡くださいね。例えばどんなあのカタログ欲しいとかあるんですか？昔のコロナファンヒーターのカタログ、昔って言ってもさ、まあ、いろいろあるじゃないですか。10年前とか20年前とか。あ、そうですね。いつ頃のがいいとかあるんですか？10年、まあ、とりあえず10年以上前のやつが欲しいということでね、ぜひね、ご自宅に石油ファンヒーターお持ちの方、カタログ探してみてください。松根さんが100円で買い取ります。はい。なんで欲しいの？なんで欲しいの？見てると楽しいから。どの辺が？それだけです。マイナスイオンとか。マイナスイオンとか。でもカタログだからさ、マイナスイオン出ないよね。昔はマイナスイオンだったんですよ。まあ、カタログ、まあ、僕もね、わかりますよ。子供の頃さ、次はこれ、このプラモデル買おうかなとかってね、こう、その、なんかのカタログっていうか、宣伝みたいなのをね、見て計画を立てるだけでね、ウキウキしたものです。はい、そんな感じですか？捨ててないカタログがあったら、ぜひ見てください。ということでね、松根さんは、まあ、石油ファンヒーターファンクラブの、ね、会員として一生懸命頑張っているわけですが、その他にもね、去年は、警笛、まあ、電車の歌とかですね、グラインダー、工事現場とか、そして、まあ、まんじゅうの歌などなどリリースしてきましたね。はい、今年は何かこう目標というか、こんなの作ってみたいとかあるんですか？まあ、とりあえず仏像かな。次は仏像。まあ、まあ、あの石川法然さんいますね。あちらに法然さんの法然神社が ありますけどね。この仙台市青葉区一番町、ね、ブランドーム一番町をはるかに見下ろすところに、法然神社建立されてますが、この石川法然さんと一緒に、まだ行ったことのない場所に行ってみよう、まあ、一つの、ね、トレーニングですね。石川法然さん、今、まあ、ご自宅が、ね、結構遠いところにあるということで、一人でバスに乗って電車に乗ってこのアートインクルージョンに通ってくるというのが、今年の目標です。その第一歩として、
仏像を、ね、行ったことのない神社にあるいはお寺に見に行く、これが彼が次のステップを踏む一つのモチベーションになるじゃないか。でそのためにはまず仏像の歌を作ろうじゃないか。でここに至ったわけですね。でなぜか松根さんもそれに、付き合わされてると。はい、されてるというよりも喜んで付き合ってる。はい、うん、なぜ？学校で一緒だったから。あ、仲間だから、そしてそれとともにね、出来上がった歌はぜひ松根さんに歌ってもらいたいですね。うん、歌える自信があればお願いしますね。はい、ということで皆さんまたお会いしましょう。さよなら。温めてくれたそんな君を僕はいつだっていつでも僕は君に温めてもらった。そんな君に何ができるだろう。いつでも君は僕の相棒。